夏秋サプリ、せーの、姉の夏子です。妹のあきこです。双子合わせて夏秋です。よろしくお願いします。はい、始まりました夏秋サンデーサプリ第26回目でございます。こちらの番組は日曜日のお昼にありとあらゆるゲストの方をお招きして、あんなことやこんなこといろんなことをトークしちゃおうぜという番組です。はい、そしてこちらの番組では皆さんからのメールを大募集しております。今から申し上げますアドレス sd.sapri@gmail.com sd.sapri@gmail.com こちらの連絡あって先まで、番組に対するご意見ご感想、夏秋可愛かったよとか、たまに褒める要素のあるメールをもらったりすると、夏秋は褒めて育つタイプなので喜んじゃいますし、辛口の口、ね、苦情なんかも、真摯に受け止めますし、一番忘れちゃいけないのは皆さんが携帯のカメラで撮った自撮りのスマイル写真を送っていただきますと1000枚集めて夏秋の顔のモザイクアートにしちゃおうぜという働きがあります。そうなんです、モザイクアートにするにはまだまだ枚数が足りないのでね、まだ900枚ぐらい足んないですね。いや、980枚ぐらい足んない、ていうか足りなすぎてわかんない、放棄すんな考えることはい、はい、というわけでぜひぜひ、自撮りのスマイル写真の方もお願いします。はい、そしてこちら番組終了後にエクストラタイムというのがありまして、有料会員登録してくださった皆様とスタジオに遊びに来てくださった皆様にのみお聞きしていただける夏秋のスペシャルなトークがありますので、ぜひぜひ皆さん有料会員登録してください。よろしくお願いします。そしてそしてこちら、じゃじゃん、はいはい、番組特製オリジナルグッズをスタジオで販売しております。背中の部分にですね、天才夏子画伯が描いたイラストがプリントアウトされております。こちらピンク、黒、ブルーと3色で販売しておりますので、私たちとお揃い のこちらのポロシャツぜひぜひチェックしてください。そしてこちらハンドタオルの方も500円で発売しておりますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、こちらのハンドタオルもポロシャツも、実際にスタジオに遊びに来てくださったお客様に夏秋が直筆でサインを書かせていただくことが多いので、ぜひぜひ遊びに来てサインを、求めてください。必ず書きますので、はい、